こそ。今回のお題は離れた音をしっかり捉えようという動画です。メロディーは基本的に、同じ音が続く場合もありますが、初めの音から、次の音が高かったり低かったり、その連続で、旋律メロディーはできているんですけれども、例えば、初めの音がドだった場合、次の音が例えばレだったらスケールの上の音、すぐ上の音なので一段上がる感じですね。でミだったらもう一段離れます。でドファだともっと離れますね。ファドソドラという感じで、でこうやって離れたら離れるほど、音は取りにくくなります。撫でれば取れるようになったりするんですけれども、基本的には、その次の音の高さ、次の音をしっかりイメージできてない、その音をイメージできてないプラスその音を出す準備ができてないっていうことが原因だったりします。なのでその次の音を出す前にその音をしっかりイメージして、その音を出す準備をしておくっていうのがすごく大事です。その声を出すほんの少し前にそのイメージを持つこと、例えばドーソーと出したい場合、ドーソー一か八かで出しちゃうと、なんか矢を射るような感じになっちゃって、ちょっとずり上げドーソーってなったり、ドーソーなんかちょっと上がりきらなかったり、準備不足で、なったりする場合もあるので、ちょっと前に想定するドーソーを出すもう顔になっとく。ドーソー、この高さを作っといて、ここにしっかり当てに行く、すると結構しっかり当てることができます。それではトレーニングやってみたいと思いますが、今日はドレミファソまでを使ってやってみたいと思います。基本的に音の距離っていうのはインターバルっていうんですけど、ドとレは2度離れています。でドとミは3度、でドとファは4度、でドとソは5度離れてるっていう感じなので、今日は5度までのトレーニングとなります。で、ラシドですね、ドラ6度、ドシ7度で、オクターブドドですね、オクターブはまた別の機会にやってみたいと思います。では画面変わります。今回は上行と下行の2種類のトレーニングをやっていきたいと思います。まずは上行フレーズです。言葉はそのまま音名、ドレミファソの音名で歌ってください。ピアノでガイドトーン、ガイドの音を弾きますので、それに合わせて歌ってみてください。ではちょっと見本です。それではいきます。見本です。ワン、ツー、サン、ハイ。ドレドミドファドソド。こんな感じです。次の音に行く少し前にしっかり、イメージを持ってやってみてください。それではやってみましょう。最初のとこの音です。ではいきます。ワン、ツー、サン、ハイ。では次、下行のフレーズです。下行は頭、半拍のお休みです。ちょっと画像も参考にしていただいて、でちょっと見本やってみます。それではいきます。見本です。ワン、ツー、サン、ハイ。ソファソミソレソド。こんな感じです。それではやってみましょう。最初のとこの音です。ではいきます。ワン、ツー、サン、ハイ。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。自分の音がしっかり当たってるか分かりにくいなって時もあると思うので、そういう時は録音してみて聞いてみるのもいいと思います。自分の感覚で出してる音がどうなってるのかっていうのがより鮮明に分かると思いますので、より客観的に聞こえるので、ちょっとやっぱり低いなと思ったらもうちょっと高くするとか、ちょっと高いかも、行き過ぎたなと思ったらちょっと控えてみるとか、自分の感覚をしっかり知るっていうのもすごく大事なので、
録音して聞いてみるのもいいと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、チャンネル登録お待ちしております。KMC カラオケスクールの公式 LINE もありますので、ぜひそちらもご登録ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。